ジェイソン・ニューステッドは、アメリカ合衆国民ガン州バトルクリーク出身のベーシスト。メタリカの元メンバーであり、バンドの一員として1990年代を中心に前後14年ほど活動していたことで知られる。メタリカを離れた後、自らのプロジェクトエコーブレイニや、オジー・オズボーンのバンドで演奏し、ヘビーメタルバンドのボイボドに参加した。変名で、ジェイソニックと称し、 ボイボードのメンバーとしてこの名で活動しており、また自分の音楽出版会社の名にもしている。カリフォルニア州のスタジオ兼レーベル、チョップハウスレコードの創立者でもある。1982年、地元ミシガン州からギャングスターというバンドを率いてカリフォルニア州を目指して移動した。ところが途中のアリゾナ州フェニックスでバンドは解散し、ニューステッドは 当地で活動していたミュージシャンたちと新たなバンドを結成することになった。この新バンドはメンバー交代と名称変更を経てドックズという名で活動したが、1984年にフロットサムジェットサムと改名し、1986年にはアルバムゥームズデイ・フォーザ・でシーバーでデビューを果たした。ニューステッドはこのアルバムの楽曲の歌詞の大部分を書いていた。 1986年9月27日、メタリカのベーシストだったクリフ・バートンがヨーロッパツアー中に事故死し、バンドは新しいベーシストを探し始めた。10月に入ってから30人ほどの候補者をオーディションした結果、メタリカはニューステッドを採用した。メタリカのメンバーとして最初の公演はカリフォルニア州ロサンゼルス郊外のレシーダにあった。 カントリークラブにおいてであった。しかし、仲間を失い、悲しみの淵にあった他のメンバーたちに、ニューステッドが溶け込むことは容易ではなかった。ニューステッドは、バンドの中で、いたずらやからかいの対象にされ、それは時間の経過とともに徐々にひどくなっていった。ニューステッドがレコーディングに参加したのは、1987年の EP メタルガレージからである。 それに続いた1988年のアルバム、メタルジャスティスは、その出来をめぐって、特に特徴的なベースの音が聞こえないことをめぐって、論争や批判にさらされることになった。ニューステッドは、これが、ラーズ・ウルリヒとジェームズ・ヘッドフィールドが仕掛けた、通過儀礼的ないじめだったと述べているが、ウルリヒとヘッドフィールドは、このアルバムの仕上がりに不満だったのは、皆同じだと述べている。 ウルリヒとヘッドフィールドはニューステッドの弾くベースラインがリズムギターのメロディラインと重なるようになっており結果的に聴き手が両者を聴き分けられないほどになったとも述べているしかしこのアルバムはビルボード氏のチャートで6位まで上がりその後の成功への展望を切り開くものとなった1991年メタリカはアルバムメタリカを発表しこれによって スターダムの頂点に登り詰めた。ツアーに明け暮れる時期を経て、グループは必要になっていた長い休暇を取った。その後、1996年には、ロード、続けて1997年には、アルバム、リロード、1998年には、カバーアルバム、ガレージインク、1999年には、ライブアルバム、S、S&M が発表され、2000年には、映画、ミッション、 インポッシブル2のサントラになったシングルアイディスアピアが大ヒットとなった。この間、ニューステッドは1998年に英国のダンス音楽プロジェクトアンクルのアルバムサイエンスフィクション2曲を提供した。ちなみにメタリカ在籍中、ニューステッドは3曲しか作者としてクレジットされず、その3曲はいずれもシングルにはなっていない。2000年、 ニューステッドはメタリカとは別にサイドプロジェクトとしてエコーブレインを立ち上げた。5月にスタジオに入ってデモの録音を始め、当時メタリカで同僚だったカークハメットやフェイスのモアのギタリストジム・マーティンらもこれに参加した。このプロジェクトを資金的に支えたのはニューステッドであり、後に彼はこれで大金を失ってしまったと述べている。 ニューステッドがサイドプロジェクトに入れ込んでいったことはメタリカの内部に緊張を生むことになった。新たなレコーディングのためにスタジオに入る計画が持ち上がっていた2001年1月17日、ニューステッドは脱退声明を発表した。それによると、脱退は私的で個人的な理由がいろいろ重なったものであり、また自分が愛した音楽を長年演奏してきた結果生じた肉体的な ダメージもあったとされた。プレイボーイ氏がメタリカをインタビューした際に、ニューステッドはエコーブレインでアルバムを出したいという意向を示したが、ヘッドフィールドはそれに反対して、もしメンバーの誰かがサイドプロジェクトを始めたら、その分メタリカの力は奪われることになると述べた。これに反論して、ニューステッドがヘッドフィールドによる メタリカ以外の音楽活動に言及するとヘッドフィールドはそうしたレコードについて自分は名前を載せていないし、売ろうともしていないと言い返し、いつまでやるんだツアーもするのか、シャツも作って売るのか、やつのバンドなのか、と多くの問いかけを重ねた。ニューステッドはメタリカ脱退を全く後悔していないとして次のように述べている。正直言って、 10億パーセントメタリカ脱退を後悔したことはない。脱退はみんなにとって正しい選択だった。仲間たちにとって絶対的に正しい選択だった。誰に対してもメタリカに戻りたいとか、それに類することはただの一度も言っていない。心は決まっている。脱退は容易なことではなかったけれど、そうしなければならなかった。実際に引き金を引く前に、 随分と考え抜いたから、もう後ろは振り返らない。過去は過去だ2002年、ニューステッドは、ボイボドに参加する。時を、同じくして、オジー・オズボーンバンドからメタリカに移った、ロバート・トゥルージロと入れ替わるように加入、2003年のオズフェストの際に、オジー・オズボーンバンドでも演奏した。この時、ボイボドは、バンドとしてもこのイベントに出演していた。当時、MTV が、 おじいオズボーンとニューステッドにインタビューした際には、両者とも新しいアルバムを共作することに、大いに情熱を見せており、オズボーンは、ニューステッドを、若きギーザーバトラーだと評していた。しかし、2003年末に、ツアーが終わると、ニューステッドはバンドを離れてしまい、この目論みは身を結ばなかった。ニューステッドの後釜には、ロブゾンビのバンドにいたロブニコルソンが収まった。 その後、ニューステッドは、ボイボドの活動に専念し、エコーブレインの頃と同じように、資金面では一人で活動を支えた。後に、ニューステッドが、ロックスタースパーノバの活動に入る2006年までに、ボイボドは2枚のアルバムをレコーディングした。当時、ボイボドは、結成時のメンバー4名のうちの3名、スネイク、ピギー、アウェイト、ジェイソニックと名乗ったニューステッドで構成されていた。 このうちギターのピギーは2005年8月26日に大腸がんの合併症のため45歳で亡くなってしまった。ボイボドの2006年のアルバムカトルズはピギーが自分のラップトップに残したギターのリフをもとに構成されている。ピギーは死の直前にバンドの仲間に使い方を指示していた。2008年12月に更新されたボイボドの公式サイトには 新アルバム、インフィニでは、ニューステッドがベースをすべて弾いていると書かれ、このアルバムはアメリカでは2009年6月23日に発売された。ロックスター・スパーノバは、米 CBS テレビのリアリティ番組、ロックスターの第2シーズンの企画で登場した、スーパーグループである。ベースのニューステッドのほかドラムスが、モトリー・クルーのトミー・リー。 ギターが元ガンズローゼズのギルビー・クラークというメンバーで番組でのコンテストを通してボーカリストを決めるという趣向であった。この番組の放送はまず MSN で2006年7月3日にインターネット上に公開され7月5日に CBS で初放送された。優勝者を決める投票はネット上のウェブサイトで行われ9月13日に ルーカス・ロッシが優勝者に選ばれ、ボーカルとなった。2006年10月23日、ニューステッドは積み上げた、ベースアンプが崩れ落ちてくる事故に巻き込まれ、肩を負傷した。左肩の前方唇板の断裂に加え、右肩の回線筋腱板とに通す字も損傷した。すぐに手術が施され、長いリハビリテーションが続いたが、2007年1月4日には、 再びベースが演奏できるまでに回復した。しかし、ロックスタースパーノバは、すでに元ブラッククローズのジョニー・コルトを代わりのベーシストとして迎えていた。肩の負傷でリハビリ中、演奏ができなかったニューステッドは、絵を描くことで自己表現をしていた。その後5年足らずの間に、ニューステッドは何百枚もの大きな油絵を描いた。ニューステッドは、自分がクレイジーで、 カラフルな音楽を作ることからクレイジーでカラフルな絵を描くことに進んだと述べた。ニューステッドは2010年5月4日にサンフランシスコのメタリカギャラリーで初の個展を開いた。2009年4月4日、クリーブランドで行われたメタリカのロックの殿堂入り受賞式にニューステッドはメタリカのメンバーたちと共に登場。授賞式でのスピーチでニューステッドは メタリカファミリーの一員でいられたことへの多大なる謝意を表し、喝采を浴びた。メタリカと共に2000年の VH1 音楽賞以来9年ぶりのセッションも行い、マスター・オブ・パペッツとエンターザントマンを披露。そこでは、ニューステッドとトゥルージロのツインベースという初めての光景も見られた。2004年、ニューステッドは非営利組織。 リトル・キッズ・ロックを公式に支援する契約に署名した。この団体は、米国全土の教育環境に恵まれない、小学校の生徒たちへ楽器を送り、演奏を指導している。ニューステッドは、この非営利団体の名誉理事となっている。2010年10月、ニューステッドは、イラン・ギラン、トニー・アイ・オミ、ジョン・ロード、リンでニコマク・ブレーンらと共にスーパーグループであるフーケアスを、 結成し、シングル、アウトオブマイマインド、ホーリー・ウォーターを発表。2012年12月、ニューステッドは、自らのバンドであるニューステッドを結成。現在も、各地のヘビーメタルフェスティバルに出演するなど、活動中である。フロットサムジェットサムメタリカセパルトラモス、ブラザース・エコー・ブレイン・ガバメント・ミュール・パパ・ウィーリー、IR8、セキシトリカ・ボイボド・ロックスター・スパーノバ。 ありがとうございます。